And welcome to Yakuza 6 Song of Life. Day 8 here on the channel. As always, I want to explain a little bit of the opening of these here. Still in the winter. Still not really from home. Like. You still have me on the way to see you. Like having a mic, so, but did want us to play him, and if, you know, wasn't feel like telling him that if I didn't cast him, we cast him like almost 2 weeks now, and it just wouldn't, you know, we'd get anywhere, but so, it's a compromise, you know. That was the point, and we're fishing this game tomorrow, but we're on tap, we just fished after 11. A lot of shit we nailed on Saturday. Really hard to explain from finding out Yuta being a father father to a lot of other things, from finding out he has a Chinese background, and they originally were going to kill the baby, then they decided, hey, we're going to use some leverage to kill the Chinese boss. They have him, put it, saw him as sort of, I guess, puppet leader, I guess. I don't, it's very godly. Go back and watch part day 7. The whole thing is up on YouTube. Oh, my choice, because I don't even want to kill DMZ. Even though it doesn't seem to have really that much, but, you know, don't want to take any chances with YouTube, with Twitch and everything. YouTube is not as evasive as Twitch is when it comes to this shit. If you just get a music thing, it just, the video does not get monetized. I don't want to leave monetization on Twitch and on YouTube anyway, but. I mean. So it doesn't really matter, I mean, it's like, I mean, the worst it gets blocked, I mean, really, the never almost never does. But yeah, well, let's eat with these. この道には決して起こしてはならない秘密が眠っている。しかし宇佐美雄太が牢を仕留め損ねた以上、牢は必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になって晒されるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか広瀬。ボスが火事乱闘騒ぎの後姿消したってんで
採用界はパニック状態だ。連中はボスが誘拐されたと思ってる。それがこの店にいると知れりゃ何が起きたっておかしかねえ。分かっている。俺もそこまで長居できるとは思ってない。だがローにはまだ聞かなきゃならねえことがあるんだ。吉米，这就是你弟弟。可爱吗？嗯。但是，你们必须今天道别。为什么？因为，这孩子，只是我们郎家的保险。吉米，你要好好记住，这是我们领导济汪会这个组织的宿命。为了维护组织，就算是自己的亲骨肉，也必须舍去。您说什么？你要记住，只有你是我的儿子。老爹，喂，老爹，你在听吗？为什么不准我们进出日本？你只要准我和 H， 我们现在就能把那些被暴对法给绑紧的日本黑帮一网打尽。老爹，你给我个机会吧。你还没完吗？不行就是不行，济汪会不可侵犯日本，我们已经同意扬名联合会了。难道跟日本下下一个小小组织的约定会比咱们自己组织的发展更重要吗？对，就是那么重要。你难道不懂对组织首领的礼貌吗？老爹，不，老大，你也知道现在济汪会的状况很苦，警察到处检举贪污罪，咱们已经无法在中国国内赚钱了。但济汪会从以前就把黑孩子给送进日本，现在都已经打好打进日本的底子了，为什么不动手？给我个机会吧，老爹，我绝对可以支配东京。你怎么支配？东京有个东城会守着，就算暴对法绑紧了他们，那群黑帮不会白白地把他们的领地给你。那咱们再利用扬名联合会就好，只要利用那叫什么的伪道的秘密来强迫克鲁斯听话就没事了。你把那秘密告诉我，我再来让克鲁斯把我跟 Ed 带进神事庭里，到这地步我们就能简单地掌握那条街。太短见了，库鲁斯哪会那么简单听你的？他当然听我的，连接受黑孩子这种没利益的事他都做这么久了，那伪道的秘密对他来说就是那么重要，不对吗？我小时你跟我说过，为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。吉米，现在就是舍去扬名联合会的时候，给我个机会，告诉我伪道的秘密是什么吧，老爹。我的确必须告诉你一个秘密，
什么？我们已不能用伪道的秘密来威胁库鲁斯，因为我……お前が治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。大丈夫か、ロー。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア街での話の続きが聞きたいんだ。話せるか。ああ、またその前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあ、ロー、あんたたち西洋会が日本に来た経緯、そして東条会との抗争の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬の親父さんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の西洋会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東条会に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には岩見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、岩見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因でクルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。
クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。ああそうだ、中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち。戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお代は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵配図たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間クルス・タケルは、私のヒューマンロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、兵配図に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で最王会に日本不可侵の命令を出し、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子岩見恒夫が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミーローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。ローさん、我々がここまでこぎつけたのはこのジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老爹、
现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧。啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください、総帥。何か？この件については、ジミーと私とで進めてきました。クルスは一切感知していません。それと、もう一つ。无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ。尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らない。ですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだ兵配達たちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？カムロ町東上海再生計画。カムロ町東上海再生計画。常雄の目的は菅井と染谷を使って東上海を乗っ取り、ゆくゆくはカムロ町の利権を全てその手に入れるというものだった。西洋会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん、あなたも知っての通りだ。岩見恒夫は我々西洋会や菅井にカムロ町の構想を演じさせ、まず東上会の六代目を警察に逮捕させた。そして自分の言いなりになる菅井に東上会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく恒夫はアジア外に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしても恒夫の暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、
まずは私に日本からの撤退を迫った。ユータを西洋界の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと、俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。キリュウさん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。広瀬の親分は長いこと遥かをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃ遥かも春人も今頃どうなってたかわからねえ。俺もユータと同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ、ここから先は桐生さん、あなたと二人で話したい。屋上で待っている。少しいいか、キリュウ。ハルカのことなんだがな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え、本当ですか。お前らがアジア街に行っている間、ハルカのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時、偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか、ありがとうな、伊達さん。キリュウさん、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。何だと。これを。これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした。あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私にユータの父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。ユータを。ユータにとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。
何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て、もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ。私は宇佐美優太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは採用界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは？間もなく採用界の資格が私のもとに来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。採用界はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒夫に殺されたジミーローの敵を取ってやれなかったことだ。ロー、ユータに何か伝えることは？私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。ローはどうした？あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。え？ローは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことか？ああ、ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ。ローが姿消したってんならもう春とや遥かが狙われる理由もなくなるんじゃねえか。お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。違うか？広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと今さら手引くなんて真似はしたくない。ったく、お前ってやつは変わらねえな。分かったよ、もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて
子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺が、あいつの親でいようってな。兄貴。今の遥には、誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない。お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。ローは広瀬のおやっさんのことを好き放題でたらめ並べていったんすよ。俺はおやっさんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱりおやっさんが無実だったら、俺は今度こそあのローをぶっ殺してやる。おい、なんだよ。デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。こいつのことは任しとけ。伊達さん、お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ。俺にはよくわかるよ。急に先輩風吹かさないでくれ。ほれ、行くぞ。マジかよ、あんた。頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。突然だが、今このモニターは私がジャックさせてもらった。なんだ。どうか足を止めて私の話を注意深く聞いてほしい。ご存知かどうか、このカムロ町には今西洋会という中国マフィアが入り込んでいる。西洋会が現れて以来、この町は抗争の絶えない非常に危険な街になってしまった。彼らを排除するには大きな声が必要なんだ。つまりあなた方の団結した声だよ。まず必要なのは彼らを拒絶するという我々の明確な意思表示だ。西洋界のいるアジア街には近づかないようにしよう。彼らの縄張りで金を使えば連中の懐が潤ってしまう。そしてあなた方の身の安全のためにも、もうアジア街に近づくのは避けるべきだ。なぜなら今後西洋界のテリトリーではこんなことが頻繁に起きるのだから。袋が爆発したんだ。
初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さんじゃの。陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつください。理由は？親父からの命令ですけ。理由も何もないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。こっちも手段は選ばんど、大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな、ぶち壊したれ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。
手間取らせやがって。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより、ユータは無事なんすか？ああ。ただあいつは、カムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ、兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな、座ってくれ。話がようわかりませんわ、兄貴。おやっさんがロウを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もロウから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる？最後にお前らが、あの人を見たのはいつだ？おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴、ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんは、そんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭っからお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。おいじゃったら、キリュウさん、わしらはもう
あんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従やあ、ええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃいよなら、キリュウさん。ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表でや、キリュウ、わしと差して蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、ナグモ。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ、南雲。じゃがこいつら何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、南雲。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな、頭。本家の連中に見せたれや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかちゅうのうの。クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが
親さんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え？あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか、頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやっさんとあのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの、桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹は決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は7736179221。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとにこんにちはを表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号の元になった開示表が何なんか分かればええってことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもいい。
今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。怪我になってねえな。クヒだ。墓からも花桶からもヒバリかな。小林一茶。鍵がかかってるな。
たく、時間食っちまった。クヒダ、覚えきる、エミ・スイイン。クヒダ、ノキシゲク、尾形公安。クヒダ、つわものに酒振る舞は夏目漱石。クヒダ、つわもの夏目。クヒダ、ヒダルキは場所。
誰かに見られている。気のせいか。なんだ、問答無用か。いやどうやらバカ。ん？あんた見たんじゃろ。わしはここ原因。あんたも。ん？地元の。まあ。そうか。ここに海の音。あんたが。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。何年か、2016年。やったー。そしてなんだ。あ、実は私タイム、ええ、何を言って。あ、そっか、タイムリープ。ほう。で、例えばその二人が。でもどうです。ああ、つまり私一年も。そうか。あ、え、うん、私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？いや、もう結構だ。え？クヒダ、のどか正岡式。初乗り料金640円になります。どちらまで行かれますか？そうですか。またよろしくお願いしますね。クヒダ、大屋根は皆寺にし、岩やさざ波。
クヒだ。のどかす正岡。日の影は青海原を照らす十返舎一句。クヒだ。盤石座すべく待つ夜べし。憔悴隠るところ6年重ねて三死睡命。盤が半ばく相津と神戸音騎手せよせん来三陽。兄貴、何か分かりましたか？おい、みんな聞いてくれ。この町にあるクヒを全て回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した。証拠にクヒを全て写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区碑に刻まれたしかもしれん。桐生の兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。
J7 は十辺社一句の7番目の文字。海。B7 は芭蕉の7番目の文字。軍。残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓。それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか。そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。キリン兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。これじゃ、海軍水兵山名道大と書かれてる。この墓に秘密が隠されている。キリの兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、罰なんて当たりませんって。それじゃ行きますよ。何かあったか。ん？奥に何かある。キリの兄貴、こんなもんが出てきよったで。これは昔の岩見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。桐生の兄貴、半巡儀を追った時のイーノの船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますけ。頭、船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。そうじゃけど暴れていいんじゃな。当然じゃ、もう遠慮はいらん。兄貴、フェリー乗り場へ行きましょう。
いらっしゃいませ。うまいな。さあ、行くか。ありがとうございました。準備できとるで。早よ乗ってくれ。おいじゃ兄貴、もう兄貴は準備できとるんで。ああ、行こう。へい。兄貴、岩見の造船所言うたら内広い敷地やけ、さっき解いた暗号の指す場所が間違うとったら、もうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなければ始まらない。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ、どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで。結局、尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな、ローも秘密の内容は知らなかった。出てきよったで、兄貴。あんなら、また本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まってろ。来るで。行くぞ。わしの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきて使うさい。Yeah!
を目指しましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃ。急ぎましょう。奴らじゃ。遠慮すんな。片っ端からぶちのめしたれ。兄貴たち、先を急ぎましょう。おい、どうなったのじゃ。ここで行き止まりか。くそ、通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。Oh!
次と。兄貴たち、早う来てください。兄貴たちは先行っててつかさい。こいつらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おらぁ、我らの敵はこのわしじゃ。そりゃ、ここは松永の兄貴に任せて先を急ぎましょう。わかった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけてつかさい。しばらく歩きますけ。ついてきてつかさい。なんか聞こえねえか？したもんじゃ。わしらも随分舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せてつかさえ。兄貴は田頭と先へ。わかった。おい、我れ。本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭、舐めとったらいけんど。わしの玉は取れたけ。もっと死ぬ気でかかってこんかい。しゃあ、これを登ろうか。ええ、頭が時間を稼いでる間に早く。封鎖された造船所のドックみたいです。暗号の場所はこの奥です。急ぎましょう。
け、こいつら待ち構えとったか。どうしても秘密をバラされたくないようだな。いいぜ、止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。来い！田頭、どこだ。兄貴、こっちじゃ。暗号が察し取ったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ桐生さん、頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたは雄太や春人、そして遥のことも道具に使ったのか。おい田頭、そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやっさん、ほんまにおやっさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけ雄太を牢と差し違えるように仕向けたんですか。そこをどいてくれ。田頭があそこへ行っちまう。あんたとのびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ
どいてくれよ。頼むよ。なんとか言え。広瀬！そこをどけって言ったんだ、この野郎。じゃあ、俺を倒していくんだな。なんじゃ。俺の負けだな。なんなんじゃ。奥にあったでかいレバーを動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。田頭、踊れがこれを。
ヤマト？ありゃ、戦艦ヤマトじゃ！これが尾道の秘密。クルス会長、あれはヤマトなんかじゃない。それを超える超ヤマト型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦闇造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、親父。建造当時、戦争で不足する労働力を補うため、私は採用会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。採用会の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために闇造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物？旧日本海軍将校大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたよな。大道寺は日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超ヤマト型の建造を進めていてね、言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに、大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した。大道寺言ったら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃ。さっき既得じゃ言うてニュースになっとった。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕とも言える存在となっていた。彼は裏の金で闇造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超ヤマト型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。
そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織だった。なんだと？組織は戦艦建造に関わった嫌味造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極東は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうこと。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして、いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺は軍連隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出してさ、嫌味造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分派だ、気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でも このガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ、待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い、面倒見てやる。どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中と愚連隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間は
仲間はどうした？うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。え？この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか？そんな連中とつるんで何ができる？何の意味がある？昨日までの自分を捨てて家へ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は余命連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ親父に。喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう？最近はどうだ？え、ぼちぼち、なんとか。広瀬、お前にとって私は何だ？はい、妖明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それからとにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが
最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが闇造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。え、なぜなぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も国も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが、人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますから、ねえ親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、闇造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねないその秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず生涯をかけて、それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。はあ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする、警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。
ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度と聞くも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺す羽目に。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたなら分かるだろう。分かんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやさん、なぐも、何をする気じゃ。おやさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。ダメなんですよ親父。こいつは、南雲は。おやっさん。そうだ、お前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父、こいつだけは勘弁してやって。今さら日和寄って。おやさん、お前にはもう一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと。戦艦が跡形もなくなれば私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや。ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。
すげえな。あれ、俺もさ、尾道の秘密ってのが何なのか、本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、ハンちゃん。親分。南雲。なんじゃ。松永。おやっさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやっさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ、兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。And yeah, that's gonna be it for today. Let's skip this part and then turn my fan off for a second here.それにしても、あなたは大道士になんと泣きつく気だったんです。Again, I skipped the guest scene. I'm gonna tell everyone we're gonna save it for tomorrow, so we can start off with the beginning of the chapter.We can't skip to get back out of the game without exiting the game. This is the only way. I know, it's stupid. I know, it's one of the deadfalls of the game. I can't really. And still more scenes to cut. Jeez, skip. Just want to get to the fucking... Thank you.But yeah, I think they made them with all the way. Damn, I was not expecting. Oh shoot, there's a fucking battleship Yamato! And these fucking Hiroshima. Oh, what the fuck?
What a twist. Well, it's fucking twist. If they were hiding it. Use the leverage. What the fuck, man? Not what I was expecting at all. I really don't know what I was expecting. But I can tell you, that wasn't one of them. That was not what I was expecting. Holy shit. Wow. That was sort of a deep ending to the chapter. But yeah, that's gonna be it for today. We're back tomorrow, as we're gonna be finishing up our playthrough of Yakuza 6, The Song of Life, and the Kiryu saga. Kiryu line of Yakuza games. Tomorrow, we only have the last chapter. So yeah, that's gonna be tomorrow. Wednesday, hopefully on Wednesday's MSL 22, finally premiering handheld. And Thursday, more LEGO Star Wars Skywalker Saga. And on Thursday night will be more Margate Deluxe Racing Mode to Crazy Q. And Friday and Saturday, we're gonna next main week, playthrough with Wild Arms 3. He'll be on Friday and Saturday. And on Sunday, we might miss like a Star Wars Skywalker Saga. We'll see him. And I'm not rushed, but we'll see. And hopefully more Marguerite. It's really depends on what happens. We haven't even raced with them, and we'll see. And then, we're back here next week for day three of Wild Arms 3. I think I'm going to schedule my channel and see if all of them. We got so much good stuff coming up. Like I said, we're never going to play through yet because of 6 and LEGO Star Wars. And what's going to come up? Like I said, Wild Arms 3, Pokemon Legend Arceus. So much good stuff planned for 2022 and 2023. So follow me at Dutch Arena, so we're gonna live, Patreon, share, and all kinds of goodies from us, Facebook, Twitter, and YouTube. Speaking of subscribe to the page, follow the place with Pet Better Feature, including all playthroughs of the Yakuza series, all playthroughs of the Pokemon games we played, the Star Wars games we played, the LEGO games we played, and lots more. Good box, strange, convention videos, all kinds of good stuff, including exclusive WWE 2K22 videos. They're gonna be filmed on our YouTube page. We also got Discord and more stuff on the future. I'll suppose all kinds of different kinds of things that don't get the bus of the DQs. Because I know DQs not really interested, but I am. And, you know, just to guess those things. Right there. And if you want a full tentative schedule, we got planned for the rest of this year and the next, we do have a scheduling page beyond what Twitch provides. Because Twitch is really stinky that way. Well, I'm not gonna. Sure, it's. I've said it before, I'll say it again. Twitch got rid of, like, this. They're one of the thing that. Which is. They're, like. One of the Twitch. The schedule thing, like. For your page, and then, like, to. And then made to. Oh, we're bringing up new! It's a week to week thing. It's still something, but it's still terrible compared to what they had before.
Like, thanks, Witch. I mean, it's not a pile of shit, it's just a pile of dirt, but it's still looking much better. I mean, compared to what we had before, we had a bucket of ice cream, and it was still a pile of dirt. A bucket of dirt. I don't know, I couldn't think of a private male Germany. I'm not very good at this shit. Maybe that was... Oh, man. I'm really just trying to say something so I don't... I'm not saying nothing while I'm looking for somebody else. You know, we rarely get a chance to host him. You know what? We'll host up Crimson, who's playing New Super Mario Brothers. Whatever, I can't really tell from him. Yeah. So, yeah, until next time, go with one. Peace!